僕らは、日本海軍の解剖艦、三倉型解剖艦の一番艦、丸急計画の解剖艦港、第310号艦型の11番艦、歌唱艦名第320号艦として計画。1942年2月14日、解剖艦オの基本計画が決定し、歌唱艦名第322号艦が、その第1艦となる予定だったが、建造予定を繰り上げて本艦が、 解剖艦オツの第一艦となった。1942年10月1日、日本交換株式会社鶴見造船所で寄航1943年5月25日、ミクラと命名されて、本籍を横須賀鎮守府と仮定し、ミクラ型解剖艦の一番艦に定められる。7月16日浸水。10月5日。 偽装員事務所を日本交換鶴見造船内事務所に設置し事務開始。30日竣工し、偽装員事務所を撤去。同日付で本席を横須賀陳寿府と定められ、第4艦隊、第2海上護衛隊に編入。1943年11月14日、3114、高戦団を護衛し、トラックに向け横須賀発。15日、 第2海上護衛隊は、海上護衛装司令ブレーカーとなる。27日、トラック機。12月5日、平戸と共に4 2 0百五ツ船団を護衛し、横須賀に向けトラック発。7日、総陽丸が、ひかみ慣れしたため平戸が救助のため現場に止まり、三倉は、秋葉山丸を護衛し、サイパンに向かう。10日、サイパン機。4200号ツ船団は、 サイパンで薩摩丸を加え12日、内地へ向けサイパン発。内地へ向け航行中、伊王島沖で対戦戦闘を行ったが、日ごへの輸送船と接触し損傷する。20日、横須賀期。1944年1月4日から2月8日まで、日本港関朝の造船所に入居。出居後は、横須賀へ開港。2月11日、を護衛して、 横須賀発。19日、サイパン機。27日、トラック向け船団を護衛して、サイパン発。3月5日、トラック機。3月6日、内地へ向けトラック発。10日、中継地のサイパンに寄港し、19日、横須賀機。4月1日、東松4号船団を護衛しきさらず発。9日、夕国。本館は、一旦サイパンに入港したが、 同日夜に再出撃。10日、東松4号船団はサイパンで改列され、本館は第2海上護衛隊指揮下に復帰したが、本館はトラック向け船団の護衛を継続。12日、爆雷船を実施し、潜水艦を制圧。15日、トラック機。22日、内地へ向けトラック発。26日、中継地のサイパンに寄港し、5月4日。 横須賀期。5月15日、サイパン、パラオ向け船団を護衛して、横須賀発。25日、中継地のサイパンに寄港。寄港後、サイパン沖で、対戦警戒に従事。30日、パラオ向け船団を護衛して、サイパン発。6月6日、パラオ沖。6月12日、船団を護衛して、サイパンへ向け、パラオを出港したが、サイパンに、 アメリカ関西機の空襲があったため、船団は行き先をダバオへ変更。18日、ダバオ機。同日、第1海上護衛隊作戦指揮下に編入。20日、船団を護衛して町へ向かう。22日、ダバオに帰着。30日、セガレイチ船団と合同のため団艦で、ダバオを出撃。7月3日、ダバオに帰島 1944年7月6日、玉01戦団を護衛して、マニラへ向けた場を発。13日、マニラ機。15日、未08戦団を護衛して、マニラを出港したが、台風のため戦団は、マニラに帰島。17日、春風と共に、玉 21C 戦団の増援のためマニラを出撃。18日には、六69戦団の増援に向かう。同日、 第2海上護衛隊が解体し、本艦は第1海上護衛隊に編入。20日、マニラに帰二23日、日68戦団を護衛して内地へ向けマニラ発。28日、高尾に帰港。8月3日、ロック連儀。8月4日、佐世保へ開港。5日から7日まで、佐世保海軍交渉で整備を実施。8日、イマリで火白。十日、 日71戦団を護衛して、イマリ発。13日、悪天候のため戦団は、魔皇に寄港。17日、引き続き日71戦団を護衛して、魔皇発。18日、戦団は、潜水艦の攻撃により、損害を出したため、19日にサンフェルナンドへ退避。20日、本艦は、サンフェルナンドを出撃し、航空機と共同で、対戦相当に従事。 21日、マニラ機。26日、引き続き日71戦団を護衛して、マニラ発。9月1日、シンガポール機。9月6日、復興の日72戦団を護衛して、シンガポール発。12日、戦団は、潜水艦の攻撃を受けて輸送船2隻のほか護衛の式並みと護衛部隊機関の平戸が沈没した。本艦は、爆雷船を実施後、 四季並み上院の救難にあたる。13日、船団は一旦、ニレ林に退避したが、本艦は救難のため遭難現場へ引き返す。14日、ニレ林に帰着。16日、非72船団第一分団を護衛して、佐世保へ向けニレ林発。20日夜、台湾海峡を航行中に、アメリカ陸軍航空大気の攻撃を受け、 本艦と朝か丸が損傷した。朝か丸は第十号解剖艦の護衛を受けて、マコへ向かったが、本艦は直撃弾一発の他資金弾数発をこうむって航行不能となり、消息不明となる。23日、本艦は漂流中だったところを飛行機より発見され、来着した第十八号解剖艦やエトロフラの護衛を受けて、マコへ開港。 26日から、マコ海軍工作部で入居し復旧修理を実施。入居中の10月12日と13日の両日、来週したアメリカ艦載機に対して、対空戦闘を行い、3機の撃破を報じる。11月3日、マコでの復旧修理を終了し、4日高尾へ開港。6日、タモ28戦団を護衛して、高尾発。13日、 戦団は6連に到着し、本館は佐世保へ開港。14日から佐世保海軍交渉で入居し、修理を実施。修理中の12月10日、第1海上護衛隊は第1護衛艦隊に改編される。修理終了後の29日、非87戦団を護衛のため佐世保発。戦団護衛中の1945年1月1日。 1> 第1護衛艦隊霊下に新編された第100に、船体に編入。非87船団は、3日長鮮島、病地、6日キールンにそれぞれ寄港。本艦は9日、短艦で、高尾へ開港。12日、タ三35船団を護衛して、文字へ向け高尾発。船団は14日、長山島、16日加徳水道に、それぞれ被泊し、17日文字機。 18日、本館は、佐世保へ開港し、19日から22日まで、佐世保海軍交渉で修理を実施。23日、文字へ開港。26日、モスレイチ船団を護衛して、スワ島へ向け文字発。2月5日、スワ島期。2月9日、スシレイチ船団第一分団を護衛して、上海へ向けスワ島発。10日、 視界不良のため停止した本艦に第33号海防艦が暮れ消する。16日、上海機。本艦は第1海軍工作部で修理を実施。20日、朝山島定海へ開港。定海在泊中の22日、第102戦隊と第931海軍航空隊は南工作戦支援のため潜水艦へ滅を目的とした。 AAS1 作戦部隊に編入され、勝クで行動。3月6日、第34号解剖艦と共に、対戦相当を実施。9日、第33号解剖艦と共同で、ユモ零一戦団を護衛中に損傷し、航行不能となった第69号解剖艦を、救難する。第33号解剖艦が、第69号解剖艦を栄光し、 本艦がそれらの護衛に当たる。12日、AS1 作戦終了。13日、第102戦隊は、AS2 作戦部隊に編入。16日、風浪により、第69号解剖艦が沈没したため、本艦らは乗員を救助し、香港へ開港。17日、AS2 作戦終了。18日、本艦は戦乱を護衛してナイチェ向け香港発。 内地へ向け航行中の19日、第102戦隊は AS3 作戦部隊に編入。26日、文字記。27日、文後水道で、第2艦隊第1遊撃部隊の毎時警戒を行うため再起で連成中の解剖艦王が、目と第59号解剖艦。 第65号解剖艦及び特設総海艇3隻が第3大戦総統隊として編成された。また、応援として、香港から文字に寄討していた本艦と第33号解剖艦、それに再起防備隊の特設区選定が追加され、さらに磁気探知機を搭載した再起航空隊の航空機も動員された。配備点や、 紹介方法は27日中に決定した。解剖艦は27日に本艦と、第33号解剖艦が文字を、翌3月28日に、小外科4隻が再起を出撃。第3大戦相当隊は、水の小島灯台を越えたあたりから進路を真南に、固定し、捜索を開始。第3大戦相当隊の各艦は3海里から4海里、離れた。 単王人体系を取り、第65号解剖艦が一番西側に位置した。午前10時27分頃、航空機が潜水艦を探知するも、すぐに見失う。それでも午後0時頃から本艦と第33号解剖艦が合流し、第65号解剖艦の西側1000メートルを単十人で位置し、第59号解剖艦と共に探知場所に急行した。 そして13時頃から爆雷攻撃を行った結果、大きな噴煙が2つ上がった。この地点は、鶴見崎の180度39.5回里あるいは、北緯32度16分統計132度05分、北緯32.267度統計132.083度、32.267132.083と記録されている。 翌3月29日午前に再観測すると、攻撃地点からは濃い油体が流れ出ていた。この攻撃で、アメリカ潜水艦トリガーを撃沈し、本艦はそれに関与したとされる。同日夕方頃、九州南方で、消息不明となり防失認定。一緒にいた第33号解剖艦も空襲で、撃沈された。The Official Chronology of the US Navy in World War。 通など、アメリカ側の記録では、同日、本館は、アメリカ潜水艦、スレッドフィンの来撃により撃沈されたとしており、日本側資料の中にもこれを引用したものがある。16時45分、第33号海防艦が、北緯31度45分、統計131度45分、北緯31.750度、統計131.750度、 31.750、131.750 13の地点で敵機を発見し報告しているが、この地点は、アメリカ側の記録で、スレッドフィンが、オクラを撃沈したとしている地点、またザ・オフィシャル・クロノロジー・オブ・ザ・ US ・ネ y ビー・イン・ワールド・ a r II に記載されている、第33号解剖艦の沈没地点とほぼ、同一である。他に、ロスコーでは、スレッドフィンの単独撃沈となっており、 第33号解剖艦は、放熱機による撃沈となっている。日また、敵潜水艦攻撃及び、日本解剖艦戦士、第1護衛艦隊戦時日し第102戦隊戦時日しでは、スレッドフィンによる撃沈とはしていない一方で、解剖艦戦機のオクラの港では、第65号解剖艦航海長の目撃艦として、敵機動部隊の飛行機と潜水艦の攻撃を受け、 1200頃オクラは、敵潜水艦の雷撃を受け沈没、生存者なしというとしている。オクラを真に撃沈したのが、スレッドフィンなのか、第58任務部隊機なのか、あるいは共同で撃沈したのかは結論としては不明で、あるが、前述のように、少なくとも、ロスコーでは共同戦果としては認定されていない。三倉解剖官長、小田高介詳細課上院216名。 第33号解剖艦長、森本正春詳細課上院171名は全員戦死し、生存者はいない。5月25日、ミクラはミクラ型解剖艦から削除され、帝国解剖艦席から除かれた。小田隆介隊員、1943年10月1日から1943年10月30日、小田隆介隊員、少佐 1943年10月30日から1945年3月28日戦士認定、同日付任海軍中佐これは、第315艦型の価格であり、基本計画番号 E20 としての価格ではない。AB 本艦の竣工日は、通説では1943年10月31日とされているが、本艦にかかる閣内例の試行日、 偽装委員事務所の撤去日、解剖官庁ほか資官人事の発令日は1943年10月30日である。これは昭和18年10月30日付内例、第2241号で制定された定員数であり、特集兵や教員を含んだ上員数ではない。本来の官名表記は、オクラ。マルキュー計画の当初計画での番数。 戦団名は、第一海上護衛対戦時日誌による、解剖艦戦機 P195 では、玉01戦団としている。戦団名は、第一海上護衛対戦時日誌による、解剖艦戦機 P195 では、玉210戦団としている。スレッドフィンは、シードッグ、本艦らが撃沈したトリガーとウルフパックアールズ、オリンネターズを編成していた。一例では、 世界の感染増換第45週日本海軍護衛艦停止14ページ。ただし、と思われるとの一言が付けられている。解剖感染期197ページ。時刻に関しては、文語防備部隊戦闘商法に3月28日13時5分にミクラから発信された無伝が記載されている。ありがとうございます。